ご視聴ありがとうございます。竹内英二です。今回はですね、音楽雑誌ムジカ5月号の常田くんの記事についてお話ししたいと思います。僕のチャンネルでは楽曲レビューやライブレポートなど音楽についてお話をしています。現在の目標としてチャンネル登録者数1000人を目指して頑張っていますので、登録ボタンで応援してもらえると嬉しいです。では本題なんですけど、4月14日にムジカ5月号が発売となりました。キングヌー好きの方、特に常田くんのファンの方は漏れなく買っていることだと思います。で、今回の記事と最近思っていたことについてお話していきたいと思います。なのでネタバレを含みますのでご了承ください。まず発売前に常田くんのツイッターで紹介されていて、今までの10年、これからの10年の話と海外での制作話、椎名林檎さんとの新曲の話という内容ということで、すごく面白そうだったのですぐに注文をしました。ちなみに福岡の書店では発売日の翌日に発売なんですが、今回 Amazon で注文すると発売日の当日に届けてくれて、すごくありがたかったです。で、この記事を読む前に多くの方がご存知だったと思うんですが、常田くんは1ヶ月ほど海外に行っていて、この話を知った時にすごくいいことだなと思っていました。というのも、ここ最近のキングヌーを含めヒゲダンやバウンディなど多くのアーティストも同様に言えることなんですが、タイアップ曲でのリリース、フェス出演やライブツアーと当たり前の活動ではあるんですが、日本の活動ルーティーンに乗っかりすぎているような印象を感じていました。もちろん認知を広げる時期だったり、アーティストそれぞれにプランや目標があるんだろうし、同じことを繰り返しているわけではなく、日々進化をしているし、タイアップ曲に関しても人気アーティストだからこそ依頼があり、それに応えながらも自分たちのやりたいことをすり合わせていくので、すごく器用だし真面目だと思うんですが、余計なお世話だしそうはならないと思いながらも、日本の活動ルーティーンに追われながら疲弊してしまって、このまま消費されていくような流れは嫌だなと思っていました。そして何もタイアップのついていないアーティスト自身が今純粋に発信したい楽曲を聴きたいと思っていました。なので海外へ行くことでインプットする時間を取れたことはすごく有意義だろうし、今後の作品がより楽しみになると思っていました。で、今回の記事でその時の内容がお話しされていて、ロングインタビューだったし写真も多かったので、常田くんのファンの方はすごく嬉しかったのではと思います。今回の記事によると、海外のアーティストとセッションや制作をしたようで、音源としてはまだ先の話になるようですが、どんな楽曲なのかはすごく楽しみだし、海外アーティストからも評価されているようなので喜ばしかったです。で、海外で評価された日本人アーティストはもちろんいるのは知っていますが、日本のアーティストの多くは日本で評価されることがゴールと見える中、常田くんは初めから世界を見ていたと思うし、韓国の BTS が世界で支持されたり、ブラックピンクがフェスのヘッドライナーになるように、日本人アーティストが海外でも評価されてほしいし、その可能性として常田くんは希望だと思っています。もちろん世界の流れとして日本のようにロックは強くないんですが、周期というのもあるので、ロックが復権する日も来ると思うし、日本人アーティストの突破口として切り開いてもらいたいと思っています。そして海外での経験で今後10年を見据えることができたようだし、常田くんは実力の5割しかまだ出していないということで、たったりではなく本当だと思うので、今後どんな音楽が聴けるのかと思うと楽しみで仕方がないです。おそらくまた見ぬ景色もたくさん見せてくれると思うので見届けたいと思っています。あと、記事の中で今度のスタジアムツアーはストリングスや本体も参加するとのことだったので、4人で立った東京ドームとはまた別で素晴らしいライブになることは間違いないので、行かれる方は期待を膨らませていいと思うし、期待以上のものを見せてくれると思います。と、今回は以上の内容になります。また何かキングヌーなどお話しできることがあれば動画にしますので、よかったらチャンネル登録をしてお待ちいただけたらと思います。今回は音楽雑誌ムジカ5月号の常田くんの記事についてお話ししました。皆さんの高評価やチャンネル登録、コメントが次の動画を作る大きなモチベーションとなっています。この動画を楽しんでいただけましたら反応いただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございます。また別の動画でお会いしましょう。